はい、いつもありがとうございます。起業家とプロデューサー、アマンダ・アドバイザーの曲がりょうです。いやー、まあ今日はさ、11月1日、もう僕はもう綺麗な数字が大好きなんだけど、まあいろんなことがありました。選挙。うちに仕事発注してくれてた先生が、もうびっくりするぐらい、まあ比例復活して当選しまして、国政初挑戦でね、小選挙区ではダブルスコアぐらいで、票落としちゃったん、負けちゃったんですけど、まあ、それはそうなんですよ。もう全国で知名度があって、もう勝てるわけがないっていうか、何をどうやったってっていう方がライバルだったんですけどね。まあ、自民党の、まあ、校長だったのかどうかもよくわかんないですけど、まあ、おめでたいですよね。ずっとそのうちのね、営業が、本当に偶然のご縁から、その先生のところにお邪魔するようになってね、1ヶ月の受注だったらちょっとびっくりするぐらいの受注金額お仕事いただいて、まあ選挙になればですね、まあポスターだったりいろんな印刷物出るわけじゃないですか。で、任せていただいてね、まあしかし堪能期で、初めてだからさ、慣れてる秘書もいなければさ、いやもう本当にこんなこと言ったら失礼だけど、僕も選挙の世界に少しいたんでね、まあ、ど素人は何だろうね、わからないから。まあ、ポスターが足りない、あさってまでとか言って、しかも何万枚とか言って、いや、無理だろ、普通だったらみたいな。まあね、そんなことに答えながら、だから、嬉しかったですよね。っていうようなことで、胡蝶蘭届けに行ったわけですよ。胡蝶蘭、冒頭だわ、もう品不足で。もう、それは選挙の翌日なんでね、もう皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、おめでとうございますの花、基本胡蝶蘭の3本立てなのか5本立てなのか、白紅白の胡蝶蘭がもう咲き乱れてるわけですよ。わー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 みたいな。まあ、それはね、本当にうちも抑えられてよかったんですけど、なんか面白いなと思って、イベントだったり時期だったり、必ず必要とされるものがある。僕もさ、うわー、もっとそれを早く、まあ、早く知ったところで僕が胡蝶蘭を抑えられるわけでもないし、なんちゃって花屋になれるわけじゃないんだけど、まあ、面白かったななんて思いながら、今日はなんかバタバタだったんですよね。で、6月からリラクゼーションビジネスに参入していて、女性だけの、僕以外全員女性っていう、まあ、そんなお店やってるんですけどね、まあ、5ヶ月経って、まあ、初めてみんなで懇親会行ったわけですよ。もう年齢もバラバラ、経歴もバックボーンもバラバラ。で、運営も任せっきり。僕は男だから店舗に出ないし、女性の施術者しかいないというのを売りにしてるからね。全然任せっきりで、かといってその経験者も少なくてさ、まあ、そんな中で、まあ、みんなあれこれで、でかい、いろいろ頑張ってやってもらって、夜の営業初めて閉めて、休みがないからね、うちの店休みがないんですよ。でも、今日は夜、まあ、閉めようって言って、廃番の子と素番の子もいるし、まあ、初めてみんなで懇親会に行ったんだけど、面白かったな。社長、秘密クラブ知ってますか？知らなかったんだけど、行きたいんですよ。で、マジ？みたいな、聞いたらもうびっくりみたいな。もう、女子会ってどんな風なんだろうね、と思ってさ、その女子だけのところに、なんだろう、自分がね、まあ、いて、いや、結構俺もいろんなとこで遊んできたしな、飲んでるし、あれだけど、まあ、女子会ってすごいな。改めて思いましたね。で、まあ、いろんなビジネス今後、うちもリラクゼーションだったり美容関係増やしていきたいし、今そんな話をしながら、全然いろんな件に投資するよとか言って、まあ、いろいろやってたら、終わった後に、社長みんなで、カラオケ行くんでカラオケでくださいとか言って。ちゃっかりしてんだけど、まあ、楽しみしかないかなっていう。僕はもともと、まあ、過去の動画でもずっと言ってる通り、男性より女性の方がはるかに優秀で、ビジネスね、さっき企業にしろ何にしろ経営者にしろ、女性の方が向いてるっていうのが持論なんでね、これは誰に何て言おうと全く譲れないし、まあ、僕のまあ30年ぐらいの経営者人生ですけども、いろんな方見てきましたけど、もう男性と女性で、同じことやらせようが何やらせようが、度胸も格好もですね、もう全く違うからね。だから、もっともっとね、いろんな女性に機会を提供したいなと思いますし、一緒にビジネスやってもらいたいなと思いますし、あと年齢がね、バラバラなの。下は二十歳の子から、まあ、上は僕と同じぐらいなんだけど、まあ、こんだけいろんな幅があると面白いよね。で、バックボーン経歴もさ、
いろんな職業、経歴の子たちが来てるじゃない。だから、日頃自分が、なんていうの、いかに、いろいろやってきて、経験もしてきたけど、でもなんか、男だからね、まあ、男としてやってきたことと、まあ、女性のね、スタッフがやってきた経験、経歴ってのはさ、全然違うんだろうなと思ってね、そこら辺がすごい面白かったですね。まあ、僕の動画は女性の方は見てくれてないと思うんですけど、ぜひ企業独立だったり、新規事業だったり、ビジネスの拡大だったり、うちはもう女性の企業家経営者はウェルカムですから、いろいろお願いしたいなと、本当思ってますね。お力をお貸しください。はい。で、面白い DM が来たんだよ。じゃんじゃんじゃん。M&A 支援サービスが求められる理由。M&A 支援機関向けサービスのご提案。賢いよね。まあ、昔からリーバイスビジネスだったりさ、本当にその鶴橋ビジネスなんてよく言われてるんだけど、昔、金をね、ここは金が出るんだって、もう世界中からその一攫千金だとか言って金を掘りに来た人たちに、まあ、金なんてさ、ものすごく大変なんだよ。今、1グラムの金を掘るためには、もう本当にその、鉱山というかですね、何百トン、ちょっと忘れましたけど、まあ、めちゃくちゃ大変なわけ。ね、もう、まあ、金が出るからって言って、世界中から集まってきた人たち向けに、結局、その作業着だったりだとか、道具を売ってた漁業者が一番儲かったんじゃないかって言われてるんですけど、まさにこれもそういうことでね、認定期間が発表されましたよね。まあ、うちも、4000件ぐらいだった、ちょっともう酔っ払ってるんで忘れたけど、まあ、日本全国にですね、まあ、今 M&A ブームですから、あっという間にその支援機関専門家が増えたわけですよ。僕が知ってる時にはなんか数百ぐらいしかなかったような気がするんだけど、まあ、猫も百姓も個人もいろんな法人も M&A のビジネスやります、やりますとか、認定くれくれくれって、実績一切取れないからね、応募するだけなんで、もう認定、認定、認定とか言っても4000ぐらいあるんで、4000ぐらいだってな、確か、もっとあるのか忘れたけど、まあ、発表されてるわけ、ネット見てもらうと、中小企業庁のなんかその認定機関、M&A の、まあ、ビジネスやってる人たちを、まあ、国が認定していて、で、リストがあるからさ、DM 送れるよね。来るんじゃないかなと思ったら来ましたよ。リーバイスつらしビジネスとしてもう最高ですよね。結果的にね、どんなサービスなのかっていうと、結果的に小さい会社ばっかりなのよ。もう個人でやってたりだとか、少人数でやってたりだとか、上場企業以外は、まあ、そんなに、M&A のビジネスを何十人でやってる会社って正直珍しいんだよね。銀行さんだって、僕もよく聞くんだけど、ね、M&A の担当部署とかあるのってないからね。誰か知ってるやついるのって言ったら基本いないから、事業承継の相談とか来たって、まあ、だからその今、バトンズさんとかいろんなところと提携してね、まあ、何かあったらってもやってますけど、だから結果的にやり始めてたとしてもやりきれない。だったら、あなたのことをサービスしますよ、みたいな会社があってもおかしくないよね。なんかそう、これはね、いいビジネスだなっていうか、でもこれは、あらゆるビジネスの応用、置き換えができて、何かその新しいビジネスが始まった時に、そのビジネスをするために困ってること、手助けできることをフォローしますよっていう、そのサービスっていっぱいあるの。例えば、物販、もう当たり前のようにみんな、アマゾンだったり、ヤフーだったり、楽天で、まあ、うちもやってるけど、どんな作業が発生するのかっていうと、商品をさ、見つけてくるよね。まあ、中国から見つけてきて仕入れして販売するって言った時に、画像加工だったり、もちろん、サイト内の SEO だったり、まあ、いろんなサービスがあるわけよ。で、自社でできない。それを助けますっていう会社っていっぱいあって、実際に物販やってる会社ってのはリスクがあるわけ。仕入れして売れ残るかもしれないし、もうすぐにパクられるから。どんだけ、ものすごい、いや、これはいけるよ、いけるよな、って調べて出品したって、もう出品したらいいね、もうマークされてて、チェックされてて、もう同じような商品を、このね、僕たちよりも倍だったり、3倍だったり、10倍だったりの量で仕入れられて、一気に安く、バーンみたいな。で、おまけに、僕たちが一番初めに仕入れた商品も、さも自分たちが正規代理店で、他は詐欺だみたいな、やってるやつらもいるわけですよ。もういい加減にしろ、お前って感じなんですけど、まあ、賢いですよね。まあリスクがあるんだけど、そのサポートしてくれる企業は何のリスクもないよね。で、ビジネスやってる人にもっと売り上げが上がりますよって、競合よりも、
優位に立てますよ。差別化ができますよ。で、当然僕たちもビジネスやってるぞ。今みたいにいろんなやる気やから連中がいるんで、もう勝つためには投資し続けるしかないんだよね。実はその物販ビジネスって安く仕入れて高く売るって一見すごく簡単そうなんだけど、プロでやろうと思うと莫大な広告費がかかってるの。その広告絡みのお金が。何もしなくて、お客さんがね、勝手に発見してくれて、見つけてくれてなんてこと全然ないわけ。僕がやってるリラクゼーションビジネスもそう。広告なしで成功なんか全くできないから。でも思うと、まあ、いろんなビジネスみんなリスクを負ってやってるけど、リスクなく、比較的すごくその、だってこんなのさ、4000件にさ、この1枚のペラ送ったってさ、知れてんじゃん。ね、ビジネスは確率のゲームなんで、まあ、どれくらいが問い合わせしてね、制約するのか、まあ、サービス内容書いてないし、問い合わせくれって書いてあるから、俺もよくわかんないし、まあ、はっきりとこのチラシがよくできてるのかって言ったら、もう全くできてないんだけど。まあ、だからね、逆に本当にもったいないよね。別にそんなにさ、費用かかんない人ってただじゃないからね。チラシ作ります。印刷します。まあ、印刷する費用って大したことないんだけど、郵送するコストだってかかるし、せっかくね、お金かけて投資するんだったら、よりやっぱりレスポンス反応、お客さん欲しいわけじゃないですか。それを考えると、なんかもうひどいなっていう、ちょっと大変するような話なんですけど、でもこれをやる、他の会社はやってない。もうこれだけでもうすごい圧倒的な価値があるわけですよ。これがもっともっと時間が経つと、例えばもうこのチラシを見たアイデアの定義じゃないですけど、これを踏まえて、もっとブラッシュアップされて、もっといいものを提案する会社っていうのもあるけど、スピードって本当に大事で、一発目だからね、もうどれくらい申し込みするのか、オファーかけるのか知らないですけども、どうなんだろう、まあ、お客さん獲得できるんじゃないかなと思いますよね。でもその例はさて、おっきい、フランチャイズチャンネル。竹田塾の林社長とね、竹村さんがやってる、まあ、大好きなんですよ。フランチャイズチャンネルだったり、M&A 番組とか僕もよく見てて、令和の虎とかも暇な時よく見てるんですけど、で、月刊食堂さんが紹介されてたんですよ。月刊食堂さんが。で、僕もその飲食のクライアント多いし、自分で、ね、飲食ビジネスやったこともあるし、今また今度新たに仕掛けるんだけど、で、過去の、この雑誌に取り上げられたインタビュー、昔インタビューした、すごいレジェンドの経営者の皆さんのインタビューを、そのまま、今もう一回再掲するというか、何十年昔のものを今また出すっていう、まあ、新しいものに向けたギフトだと思うんですけど、まあ、今ね、この中にまあ、ない企業さんもあるし、亡くなっちゃった経営者の方ももちろんいるんですけど、でも当時、思うわけですよね。何十年か前に、その人が世の中をどう見てたのか、これからどういうふうに、その世界が変わっていくと思ってたのか。例えば僕今こうやって YouTube やってますよね。そこに20年、30年後、今僕が話してるこの話っていうのは、そこから見たらどうなんだろうね。まあ、みたいなことをね、今やろうとしてることが、20年、30年経った後に、これからやろうとしてることが、正しい方向に行ってるのが、もう全然違う、また違いのことをやってるのが、でもそういったことを振り返られるだけじゃなくて、その時代に当時すごいって言われてた経営者の方々のものの見方っていうのを、まあ、たった1650円ぐらいで学べるわけですよね。で、今僕これ Amazon でまだ在庫があったんで、9月10月号は定価で買ったんですよ。8月号はもうないからね、少し若干プレミアムついてるわけですよ。本や雑誌って面白いよね。よくデザインの引き出しの話をしますけど、意外とみんなその背取りだと、どっちかっていうと、こういう雑誌系じゃない背取りやってる人たち多いんですけど、雑誌系はるかに面白いと思いますよ。雑誌系の方が、読者がニッチというかコアなんでね、面白いんじゃないかななんて思ったりもするわけなんですが、いろんな 日々毎日新しい経験になって出会いがあって面白いななんて思うわけですが、皆さん、この11月、12月、どんなことにチャレンジされるのか、また教えてください。で、M&A の、売りでも買いでも、どんな相談でも結構です。まあ、初めてやりたいんだけどとか、まあ、今やってんだけど、トラブってますみたいな、まあ、話でもいいですし、企業独立でも何でもいいんですけど、ご連絡いただければ、お役に立てるんであればね、全然、お役に立てるまで僕、別にお金もらえませんから。
ご連絡いただければなと。あと、こういう月刊食堂だけじゃなくて、うちには本が何万冊ってありますね。雑誌だとかもろもろひっくるめると。なんで、もう市販されてないとか、もう手に入らないみたいな雑誌も実は結構あります。一冊もう何万円とかするような本とかも持っていて、ビジネス関連だけですよ。最近キートくんに食われてるけどね。もうあいつはガブガブかじってるからね、お前いい加減にしろみたいな感じなんですが、だから何か探し物されてるよとかね、別に事務所に来てもらって勝手に探してもらって構わないんでとか、いちいち俺が頼まれても探してたってもしょうがないからさ、また事務所にも、コロナが落ち着いてきたっていうのもあるし、本当に落ち着いてきてるのかどうか知らないけど、ぜひ遊びに来てもらいたいななんて思ってます。はい。いつもありがとうございます。それでもまた。